寝室畳の上に布団を敷いた。寝室寝室は住宅もしくは住居で睡眠と休息に当てられる部屋のことである。寝間とも言う。日本では建築基準法で居室に分類される。寝具はそれぞれの文化圏において違いがある。必ずしもベッドがある部屋とは限らない。伝統的な日本の家屋に特有の畳を敷き詰めた部屋。 和室の場合ベッドの代わりに、畳の上に敷布団と掛布団を敷き睡眠時に寝室としての用途を整えることもある。また夫婦が性的なコミュニケーションを営む寝室のことを警防と呼ばれることもある。寝室の広さはダブルベッドを置く場合最低でも4.5畳は必要。歴史上最も有名な寝室では、オデュッセウスが作った寝室だろう。 これは、婚礼に際して、オリーブの体重を切れ倒し、その切り株をくり抜き、ベッドにした。それを中心に住まいが作られた。寝室が室内でありながら、相反して野外にハンモックをかけて寝る場合もある。通年、幸運のない温暖な地方に、寝室天井部のない十空もあり清らかな夜空を目に、しながら、ゆっくりと睡眠に至ることができる。 大変に優雅で長寿な民族の存在は見逃せない。無意識や文化的背景に影響される終身行動と進出のあり方を終身形態という観点で文化人類学、教育社会学的に比較検証する研究もある。ありがとうございます。